はい、こんにちは。藤吉厚です。看護師をしたり、アムエビジネスをしたり、報酬制度のある草サッカークラブ、インディビディアルユナイテッド FC の立ち上げに取り組んだりしています。この配信では、僕自身の経験や僕が勉強したことを発信することで自分自身の学びを深めるとともに、副産物的に誰かの役に立ったらいいなと思って配信しています。本日は、口にするほど理想が遠のくワードを 話してみたいと思います、えー、もう結論から言うと口にするほど理想が遠のくワードっていうのはあの人って〇〇だからいいよねとかあの人は天才だからとか、えー、そういった類の言葉ですね、えー、こういう言葉ってよく聞かれるし言うとすごくこう今を頑張らなくて済むので便利な言葉なんですけれども,もう本当にこれって言えば言うほど理想が遠のくなと思います で、例えば、えっと、僕は割とこうやって人前で話したりとかっていうのが、まあ、どちらかというと得意な方だと思っているんですけども、えー、それだけによくいろんな方から、藤吉君は話が上手でいいよね、とか、藤吉君ってこう人前に立っても緊張しなくてすごいよね、とか、まあ、あの、お褒めの言葉をいただいて、それはあの、恐縮な限りではあるんですけども、えー、だからといって、えー、あなたが人前で、 話すことを避けていいわけではないし、といつも思ってるんですね。で、僕はですね、やっぱり自分よりもできる人を見た時に、その人をすごいとか、その人って元々できる人だって思うのは本当になんか自分にとってマイナスしかないのでやらないようにしてるんですね。でもし仮にそれを言うんであれば。 あの同じだけの努力をした上でそれでも自分よりも、えー、卓越したものを発揮しているという場合にのみ「あの人って才能あるな」って本当に称賛100%の称賛と尊敬を込めて言うのならばまだ別なんですけれども。 えー、大した努力もしないであの人ってもともとできるからいいよねとかお金があるからいいよねとかあの人は時間があるからとかそういう理由で今できるチャレンジをやらない人っていうのは結局のところいつまでたっても理想に近づくことはないと思ってます。で先ほどの例えで僕の,その人前で緊張せずに話すっていうことで言えばあのもう僕自身がですねのた、まあ、経験で言うと 中学校2年生の時に、えー、卒業式一つ上の学年の先輩方の卒業式で在校生代表の「掃除」というのを読む大役を任されたことがありますであれはですね、まあ、僕が生徒会をやっていたっていうのがあるんですけれども何しろ掃除というのを任された時に、まあ、とにかく練習をして で先生にも手伝っていただいて放課後放送室に残り、えー、一生懸命、えー、朗読というか、まあ、その掃除を読む練習をし録音をして聞き返してはここはこうだここはあ,あだって教えていただいたのを練習しそして全校生徒の前で卒業式の練習があるたびに、えー、在校生代表藤吉敦司君って呼ばれて、えー、前に出ていき、えー、で時に失敗して笑われたりしながらですね えー、練習を重ねて、えー、当日はですね、まあ、の練習はですねその卒業生と、まあ、在校生ですねあと先生方しかいませんので、まあ、それなりの人数ですよ300人ぐらい、えー、300400人ぐらいだったと思うんですけどもあの本番ですねあのちょっと想像してみていただければ分かるんですけども在校生の席ってこう前の方を向いてるじゃないですか。 で実は本番って後ろに府警とかいらっしゃるんですよねあとは来賓の方々がいらっしゃってで僕はまあ前を向いて座ってますから式が進行していくに中で後ろを振り向くっていうのは基本的にできませんから。 そして、えー、自分の名前が呼ばれ在校生代表の掃除送る言葉を読むっていう時に前まで出ていき振り返った瞬間に、まあ、体育館だったんですけれども、えー在えー、卒業生の後ろに在校生がいてその後ろに、えー、親御さんたちがいらっしゃって来賓がサイドにいてっていう中で練習では、えー、見たことがない人数の、えーべ,まあ、べというか総勢1000人ぐらいはいたと思うんです、えー、単純に計算するとですね その人数を前にしてあの一気に緊張してですね頭真っ白になってしかもあの3月の卒業式のシーズンで寒いじゃないですかでその体育館って余計冷えますしねその中で、えー、掃除を読み上げるんですけども寒さと緊張とで足は震えてでまた一番前に座ってらっしゃったあの女性の先輩がですね 僕の膝が震えてるの発見して震えてるとかって僕に聞こえるように言うんですよねまたまた緊張が高まってですねでも操縦読みながら こうもうどこを読んでるのか分かんなくなってそれでも練習を重ねてたんで記憶してましたからえそれで何とか読み上げて一通り終わって席に戻るっていう経験をしたんですけれどもまあ結果、本当に無事に終わってよかったなと思うんですが僕の中でその1000人を前に割とすごく寒い体育館の中でブルブルに足を震わせながらえ掃除という大役をえ果たしたっていう経験が自信につながってはいるんですね。 常にあの,日の緊常に比べればっていう風な物差しがでできたんですねで僕自身はそういう経験があって、えー、人前で話すっていう、えー、ことを今やっているので、えー、人前で話すのがこう,うまくていいねとかって言われるとまあ1,000人の前でスピーチしてみてから言ってくださいって、えー、ちょっと思ったりするんですね。で僕があの えー、好きなアニメでですね「エウレカセブンっていうアニメがあるんですけどその作中にね、えー、有名なセリフがあって「ねだるな勝ち取れさすれば与えられん」っていう言葉があって一時期僕ハマってすごくその言葉をねいいセリフだなと思ってたんですけどもまさに、ね、だるなな勝ち取れれれさすすば与えられん,なんですよ、えー、僕はその掃除という大役をいただくチャンスを勝ち取ったんですよね。そそしてそれを、えー まあ、無事にやり遂げた時点で与えられた経験値というのがありますもし皆さんがあの人って、えー、お金があるからいいよね時間があるからいいよねとか、えー、美人だからいいよねとか学歴があるからいいよねとか、えー、そういうふうに今の自分がチャレンジしないで済む理由付けとして、えー、誰かの,その才能とか、えー、そういうものを、えー、ねだるような。 えー、妬むようなことを少しででも思ってししまうのであれば少しね、えーと、ねだるな、勝ち取れ、さすれば与えられんって、そんな言葉も、ね、思い出してみていただいて、えー、今日、この瞬間、そんなチャンスを勝ち取れるための努力、チャレンジをしてみていただきたいなと常、えー、常に、もう本当に心から思います。ということで、えー、皆さんの一日が過去最高の一日になることを祈っています。藤ででしたたそれではまた